間で第30号を迎えます。インターリーグの7球団がそれぞれ手掛けた球団紹介ページや一軍での活躍が期待される注目選手へのインタビューのほか、若手選手が過ごす選手寮を取材した特集ページなど内容の濃い2つに仕上がりました。学歴裏、代表団もお近くでお求めいただくの